やっぱね、モチベーションが一番大切ですよ。ね。やっぱ何事もモチベーションね。仕事も、スポーツも、恋愛も全部モチベーション。これ、限りますよね。はい、皆さんこんにちは、恩田ごとくです。今回ですね、格闘技のお話をしてほしいという要望がありましたので、世界の格闘技、あまり有名じゃないっていうかね、格闘技豆知識みたいなものをお話ししたいと思います。そもそもなぜ格闘技なるものが、存在するのかということなんですが、もともと人間が、動物ですもんね。で、生存するために狩猟を行い、自らの権力という力の保持のために、暴力という自己表現から始まったものが格闘技、武術というものなんですね。そこからその技術は戦で培われ、その技術の優越をつけるために、戦い方を工夫して流派という形で広まっていきました。戦から試合へと時代とともに移り変わっていき、いつしか金持ちの道楽、賭けの対象という形に変わって、現代ではエクササイズや誤診という形で格闘技が残っています。世界中には様々な格闘技が存在するんですけども、その中でもあまり知られていない格闘技を3つほどご紹介します。まず1つ目がカポエイラと言いますね。ブラジルの格闘技なんですけども、ポルトガル人の奴隷として働かされていたアフリカ系黒人たちは、サトウキビなどのプランテーションを耕作させるための労働力として酷使されていました。労働が終わると、黒人たちは薪を囲んだ掛け声とともにダンスをして、その疲れやストレスを解消していたと。しかし、手錠がされたままの状態で行われるダンスは、逆立ちになったり側転したりと不思議な動きをしていました。そんなある日、ポルトガル人たちは、黒人たちの集会は反乱を招くと憶測し、ライフや剣、鞭などを従えて集会に赴くと、それを見た黒人たちは拷問される、または殺されると思い、ダンスの動きを利用して逆立ちになりながらポルトガル人たちを蹴り倒し、解放の道へとつながったと言われています。これは現地のブラジル人の友人から聞いたお話なんですけども、ネット上には様々な説が流れています。だけど、奴隷武術だったのは確かなようです。他にも、奴隷武術にはハイチのパンジュ、トリニダードのカレンダ、ジャマイカのバンガラン、バンガランは、罪人武術なんていうふうにも言われてるんですけども、そのような武術も存在します。2つ目がキンナ、中国の武術です。中国といったら中国拳法というね、カンフーですよね、イメージをするんですけども、金那術、正確な発音はチンナ。どのような武術かというと、関節への決め技から締め技、投げ技、倒し技、それに加え経絡や経血への転結法という打撃法を主体としている武術です。日本の古流柔術に似ている武術なんですけども、テコの原理を利用した投げ技から霊槍って分かりますかね、経絡とか壺のね、がこう記されている古い書物なんですけども、霊槍の知識を生かした転結法で相手を死にも至らしめるとも言われています。中国の警察官や軍隊でも採用されている武術なんですね。合気道とかもね、非常に似ていると思うんですけども、原理がちょっとね、テコの原理とは違うの、合気道みたいな。合気道ってまた別のね、形でやりたいんですけども。3つ目は日本の武術、手と書いて T と呼びます。T は空手の原型となった琉球王国時代の武術です。元は中国の八華拳、白い鶴と書いて八華拳という南派中国武術から伝わったと言われています。 T はその名の通り、手技の技術に優れており、船の上での戦闘を想定して内股で構える三鎮立ちでバランスをとり、手先の指などを変形させて急所を突くことを主体としていました。そこから陸上戦へと技術が進化して、切り技や投げ技、関節技などが含まれるようになりました。沖縄特有の砂浜での戦闘を想定した長縄をつけた鎌術、
なども存在しています。砂浜の、ね、中に鎌を隠しておいて、ちょっと離れたところから敵が来たら引っ張って相手の足を、ね、負傷させるなんていう、技術もあったそうです。ちなみに私のおじさんも沖縄のね、空手、中国の唐って書いてね、唐って2D って言うんですけども、そういう空手の原型、昔の空手ですね、の先生もやっておりますね。日本にもね、そういう武術があるんですけども、世界中には、ね、さまざまな、いろんなね武術があるんですけども、共通して言えることは、相撲というね、レスリングのような相撲というものが世界各地に存在します。例えばね、セネガル相撲とか、あとは、トルコ相撲とかね、レスリングなんかもね、言い方変えれば相撲という言い方もすると思うんですけども、モンゴル相撲なんていうのもありますよね。そのようにね、やっぱり人間というのは戦闘を好む民族なんですけども、近年ではそういうね、戦闘が、護身術とかエクササイズになってるというね、とても平和的でいいと思います。皆さんもどうせ体を鍛えるなら格闘技で鍛えた方が良いのではないでしょうか。はい、本日は以上になります。女ごとくでした。